は有原のまずは先発立ち上がり、まあ、稲田さんも今日は鍵だとおっしゃっていましたが、はい、そのまあまあ、ほぼ完璧な今日は立ち上がりでしたよね。いや、そうですね、はい、まずは1回は、三者凡退、田中、茂木、そして島内、茂木と島内は連続三振で切ってワンツースリースタートとなった有原で、一方イーグルス先発の則本、その則本も、2回までノーヒットで抑えて、3回は2アウトから中島が今日初ヒットを打って、さらに、まあ、西川もヒットで1塁3塁とチャンス広げましたが、松本が三振で得点にはなりませんでした。で、5回の表イーグルスはワンアウト1塁2塁と、まあ、デッドボールで許した有原のランナー、さらに神事がヒットで続いてチャンス広がったんですが、これは、中島落球するもダブルプレーになったというね、まあ、これで有原は、5回を無失点に抑えています。で、6回も有原0点に抑えて6回の裏でした。この回ワンアウトを取られて近藤でした。則本から見事右中間スタンドに第9号となるソロホームランでファイターズが1点を先制します。近藤の一発で1点を先制。で、その後7回の表イーグルスは、3番島内です。この回先頭の島内が、まずはこれフェンス直撃のツーベースヒットを放ってノーアウトのランナーを出していきます。ノーアウト2塁、ただその後有原もツーアウトを取ってウィーラーに対してフルカウントでした。これが左中間にぐんぐん伸びていって、結局これがフェンス直撃のタイムリーツーベースヒットとなって、まあ、でも取ってもらった後すぐに追いつかれてしまった有原。ウィーラーが今日もマルチヒットを放って活躍したイーグルス。そして7回の裏は、代打田中健介が、渡辺に代わって出てきて、則本からピッチャー強襲のヒットを放って、チャンスを作ります。その後送りバントがあって中島にヒットが生まれて2塁3塁となったんですが、1番の西川は空振りの三振。結局その後、松本も倒れて得点にはなりませんでした。で、9回の表、クローザーの浦野が出てきます。その浦野もツーアウトを簡単に取った後銀次にヒットを許して、そしてその後ウィーラーにもヒットを許した後渡辺には、ワイルドピッチ、これでサードランナー低下を許してしまい勝ち越されてしまいます。で、これで9回の裏はクローザーのハーマンが出てくるんですが、いきなり先頭バッターにフォアボールを与えて送りバントの後、中島も、ヒットで出塁、ワイルドピッチでまたねチャンスが広がったというシーンでした。そして中島、これが今日4本目のヒットとなる、これが同点タイムリーとなって2対2の同点、勝ち越された後今度はすぐに追いついたファイターズでした。で、試合は延長戦に入って両軍ともに得点ないまま12回の裏、中島がこれが今日、5本目のヒットとなる、まあ、見事な固め打ち、そしてサヨナラのチャンスで中田翔でしたが、最後は層、の前に空振りの三振でサヨナラ勝利にはなりませんでした。2対2の引き分けでゲーム1は終了しています。